日本ではやっぱり北海道のアイテムっていうのはすごく美味しくてフレッシュでっていうイメージがあるので、それをそのままシンガポールでも提供できる、日本と同じような状況でシンガポールで提供できるってことにすごくそのやりがいを感じますね。いかに北海道のいい食材をシンガポールの人たちに伝えるかっていうので、全てのコースにその出汁を使用してますし、全てのアイテムにワンポイント、ツーポイントでその北海道の食材を入れてますので、一つ一つのやつでその北海道の味を楽しめると思います。まず今が一番いいシーズンで、旬である魚であることと、あと、こちらの国の人にいい人気があるアイテムで選びました。その中に北海道のアイテムを2つ入れてあります。ホタテ